これで決めるわ。シェフィーもよろしくね。記憶の手がかり、一緒に探してくれる？みんなを守れるように。どんな運命も切り開いてみせるわ。これで決めるわ。絶対レイドよ。氷付け主任シェタンズ。これで決めるわ。絶対レイドよ。主任シェタンズ。これで決めるわ。絶対レイドよ。氷付け主任シェタンズ。ペコリーヌさん、絶対レイドよ。氷付け主任シェタンズ。かき氷みたい。シェフィーちゃん、おばさまニューイヤーストライク。すごいわね。コッコロさん、絶対レイドよ。氷付け主任シェタンズ。よくできましたね。風シェフィー様、風よ刃に集え。緑水の絆風。さすがママ。キャル、絶対レイドよ。氷付け主任シェタンズ。シェフィーやらない。見てなさい、シェフィー、何発でも打ち込むわ。ニューイヤーバースト。やるじゃない。準備はできてるわ。行くわよ、ペコリーヌさん。見ていて、コッコロさん。後ろは任せたわ、キャル。どんどん行くわよ。これで最後よ。おかわり、行くわ。これでラストね。まだまだこれからよ。行きましょう、コッコロさん。これからよ。さあ、仕上げね。じゃあ、ご飯にしましょうか。シェフィーちゃんも。魔物料理はやめてね。お願いだから。やったわね。どう？ま、コロさん。はい。シェフィー様のご活躍、見ておりましたよ。ごめんなさい。次はもっとうまくやる。アクセル、みんなごめん。
私のせいね。しっかりしなきゃ。私を迎えてくれた美食殿のみんな、それにあなたも絶対に守ってみせるわ。不思議ね、あなたから力をもらうと胸が熱くなってどこまでも飛べそうな気がするわ。必ずみんなを守ってみせる。みんなの隣が今の私の居場所だから。氷を滑るこの動き、体が覚えてる？うん、今はそんなこと考えてる場合じゃない。氷の魔法は使えてもそこまで寒さに強いわけじゃないみたい。後で温かいスープが欲しいわね。私を迎えてくれた美食殿のみんな、それにあなたも絶対に守ってみせるわ。そんなに真面目っぽい性格に見えるかしら。冗談とか言うのは確かに苦手ね。ふとした弾みで思い出すの、コッコロさんに甘えてたこととか、キャルの尻尾の味とか、もう顔から火が出そうよ。美食殿での生活は毎日が充実していて楽しいわ。この時間が少しでも長く続くように精一杯努力するつもりよ。自分のなくした記憶もだけど、あなたが忘れた過去も気になるわ。二人で一緒に見つけられたらいいわね。アイスクリームってどうしてこうも美味しく感じるのかしら。前の私もひょっとしたらアイスが好きだったりしてね。そんなに真面目っぽい性格に見えるかしら。冗談とか言うのは確かに苦手ね。ふとした弾みで思い出すの、コッコロさんに甘えてたこととか、キャルの尻尾の味とか、もう顔から火が出そうよ。